相手が誰であっても、どんな状況でも依頼人を守る、それが守り屋だ。出撃だ、やめろー。しゃー、依頼人だ、判定が最優先だ。了解、お前ごちゃごちゃ言ってんじゃねえ。ちゃんと4番も来るよ。本当だ。だから、私は守ってほしい。ただやられっぱなしで黙って根性が気に入られてんだ。この人がいじめられればいいのにってやつの時に手挙げてくれよ。お母さん、お母さん、おはよう。お前の口から来たから、みたいな毛玉じゃない。俺たちは警察でもなければ正義の味方でもねえんだ。また作り替えに来てくれ。なるほど。俺たち守り屋が。やったー。